命の里チャンネル。いや、かぶってんじゃん。さん忙しそうです。これが普段の命の里です。スパローケンさんも。スパローさん、えっていうのと、はい、っていうのどっちやらしいですか？後者ですね。だって男だとむって言うけど普通に言うでしょ。卑猥じゃないですか？そうっすよね。何の人ですか？なんか微妙なニュアンスだなと思って。僕はそう思いますけどね。まあいろいろ意見はあるかと思いますが。ですよね、うん、野菜っていうよりお野菜って言った方高級感ありますしね。そんな気しません？確かにね。はい、確かに。まあおチャイって言った方がいいですか？あ、おやチャイもなかなかなんかこうなんて言うんだろう、ちょっと甘い、甘いね、キューティクルな感じがしますよね。これたまに使いますよ。この前も言ってましたよね、フルシカとしちゃいましたけど。まあこうやって命の里は日々忙しくやっております。忙しい忙しい、本当この暑い中ね、本当にね。なんか今日僕運転しながらそんなこと思ってたんですよ。あれ、社長は何やってるんですか？運転しながらって遊んでるんですか？はい、あの仕事しようさあ次はあれあれ、ホークマリさん消えましたね。ホークマリさんなんか感づいて消えました。感づきましたね。あ、違うんだ、違う仕事振りましたね。そういえばあっち行ってますね。それすら忘れてました。まあ、一それすら忘れてた。最近お疲れでね、ちょいちょいね、おかしいんですよ。昨日だって収録してたら、負けた方がじゃんけんだって、わけわかんないこと言うし、じゃんけんで俺初めて聞きました。じゃんけんこれからするっていうのに、じゃあ負けた方じゃんけんですよって。意味がわからん。本当ですよね。うん、まあ、面白かったからいいですけどね。まあ、面白ければ何でもいいですよ。本当ですよ。命の里は楽しくやっております。楽しく。楽しく元気よく持っとる。本当です。まあ、普段はね、なんかこうなんか仕事してんのなんてね思われても嫌なんで、こうやってし、まあ、もう一部から思われてください。あ、なのでこうやって仕事風景をね、ちょっとたまには映そうかなと。まあ、とある先輩とこう久々に会うとまたなのでね、うん、ちょっとまあこんな時もね撮ろうかなと思いました。パンだったら一番動いてると思うんですよ。なのでまあちょっとじゃあホークマリさんの方行って最後は締めたいと思います。こんな感じで今本社でやってます。ここの家がね、古民家、ここが改造して冬にはカフェになります。さてさて、じゃあホークマリさんで、あそこの畑もですね向けてやっていきたいと思います。で今ホークマリさんが多分仕事してると思うので、ぜひぜひ、ほらホークマリさんいましたよ。パソコンやってますよね。今日はボーイスカウトスタイルですね。バンダナつけちゃって、こんな感じでやってますので、仕事してますので、皆さんどうぞ遊びに来てください。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。